ありがとう、これ今日いただきました。新成人おめでとうございます。ありがとうございます。チューリップ、チューリップだ。チューリップと、この周りはなんだろう、これお花詳しくないからな、これなんだろう。え、赤いスイートピーですか。ありがとう、おめでとうが飛んできた。ありがとう、おかげで、今日成人式を迎えました。よいしょ。いやー、ありがたい。よかった、今日配信したかったんだ。寝て、うん、はあ、今日あとあれ、劇場のイベントもありがとうね。めっちゃファンの人いてさ、嬉しかったよ。明けおめ飛んできた、ありがとう。レインボースターありがとう。明けおめありがとう。おめでとうがめっちゃ飛んでくる、ありがとう。明けおめおめでとう。みよちゃんおめでとう。明けおめとおめでとうが飛んできてるよ今。おめでとう、ありがとう。私、音がダメだよ。猫がゲーゲーしてる。ゆうちゃん大丈夫か。猫がゲーゲーしてますので。プイダメ、猫プイプイダメだよ。プイタン、プイタンゲーゲーして食べ落ちするから気をつけないと。ドールはそこだな。ドールタンは今抱えてる。なんか起きたら急にゲロした。やめてゲロっていうの。絶対星だから。あ、明けおめありがとうございます。明けおめ。ダメだよ、もうダメだよ。大丈夫そう。おめでとうもありがとう、明けおめ。ありがとう。残せたんじゃないの？絶対そう。ゆずはもうおばあちゃんなんです。大丈夫、音聞こえなかった、大丈夫、私の声でかき消したよね、大丈夫だよね。話は戻りまして、え、何から話せばいい。ちょっと成人式とりあえず楽しかった。だから別にそんな超盛り上がることしたわけでもないんだけど、あ、ありがとう、レインボースターハート、明けおめありがとう。なんかその行事に参加できてる事実が嬉しかった。何時起きだったの？何時だっけ？忘れた。4時ぐらいじゃない？ね、すごい。今日そう、あ、何これ？すごい。あ、大量。すごい。ありがとう。誰？ありがとうございます。すご。ありがとうございます。ありがとうございます。明けおめめっちゃ飛んでくる、ありがとう。明けおめ、あー、ありがとうタワー。いやー本当にね、人生で最初で最後じゃん成人式って。ね、嬉しい。私スキーじゃなかったら絶対参加してないもん。友達いないから行く勇気はないんです。あ、センサーありがとう。だから SK でよかったなってめっちゃ思いました。今日なんか気持ちの変化はありましたか？それがさ、なんか抱負とかすごい今日一日めっちゃ聞かれることが多かったんだけど、なんかびっくりするほど、なんだろう、なんかこと、このなんだろうな、大人になることのなんか変化みたいなのが私の中でなくて、もうなんか現状維持みたいな。まあ現状維持が一番よね。現状維持。まあでも新しくなるところは新しくなっていけば少しずつ変化はあるかなと思うから、マイペースに行こうと思う。あ、ハートありがとう。花束もありがとう。ありがとう。明けおめもありがとう。
じゃあ最後はあのランキング読むね。ありがとう。あのツイッターとインスタにいろいろ写真載せたんで後で見てください、見てない人。あとあのスタンドフラワーも来てたのでありがとう。なんか鶴だった。なんで鶴あれ。あ、待って、めっちゃヒートテック見えてる、恥ずかしい。お疲れ、ありがとうありがとうね、レインボースターもありがとうございます。いや楽しかったな今日の。今日一日マジ充実してた一日だった。わあ、タワーだ。クマのやつありがとう。名前読めなくてごめんね、ありがとう。あとで頭文字だけ読むわ。お、ありがとう。え、何それ、成人のクマなのこれ。へえー、アリンバスターありがとうね、ありがとう。この太鼓みたいなトンカチみたいなのもありがとう。今日は仕事で忙しかった、お疲れ様です。あ、クマありがとう。あ、うちでの小槌っていうのか、これ金槌って言っちゃった。ありがとう、レインボースター。まず成人式は あれ引きましたよ、おみくじ。おみくじ引いたの私。そしたらなんか半吉っていうのが出た。半吉って何ですか。あ、おめでとう、ありがとう。飛んできた。Thank you。 劇場行けてよかったね。今日なんかその成人の日にね、新成人になる瞬間にみんなに会えるっていう、ありがとう。この劇場イベントを企画してくれた人ありがとう。おめでとうが飛んできた。ありがとう、ありがとう。2分の1の基地なんやそれ。おめでとう、飛んできた。ありがとう、ありがとうね。あ、2つ集めると基地なの。何それ、もう一回来てくださいってこと。マジ、もう行かないよ。じゃあ私半吉でした。でもそのおみくじのこうシャカシャカってやつの番号が34でミヤだったそれは嬉しかった。楽しかった今日、あの集いのやつ、劇場のやつ。やっぱねいいね、ああいうちょっといつもやらないようなことをやってる時ってとんでもなく幸せだよね。楽しい。そう、めっちゃ今日赤のサイリウム多くて、まあ人数がメンバー自体少なかったっていうのもあるんですけど、ありがとう、レインボースターコメントもありがとう。34を引きましたね。あなたがいてくれたからこんなに早く歌えると思わなかった。1年前ぐらいに歌ったの一人で、もまた歌いました、あの好きな曲。あ、ありがとう、レインボースター小槌ありがとう。私まだ見てない、あれもあれもさ、え、定点見れるってことだよね。わーい楽しみ。いつもしない動きをしてる自分見るの楽しみだな。うん、すごい楽しかったの。だから多分すごいニコニコしてたと思う。わかりやすいな、私って顔に出るんだよね、すごく気持ちが顔に出る。すごく楽しかったな。じゃあ伏せ取りを振り返ろう。1曲目、少女たちよ、もうすぐ夜明けが来る。これはめっちゃ数年ぶりに歌ったかも。数年ぶりに歌ったし踊ったからなんか嬉しかった。いいね、やっぱいつもやんない曲、いい曲。てか SKE48 私言ったんだよ、
これ多分言うの最初で最後だと思うんだけど、だってあの SKE ならマキコさんが言うやん絶対、みんなでやるとしたら。分からんけど、なんであの衣装になったの？分からない。でも紅白だからなんか色がめでたい感じじゃない？でも私あの衣装すごいスタッフさんに褒めてもらえた、似合うねって。だからうん嬉しい。 SKE あ、ごめんね、ネタバレだよね、まだ見てない人ごめん。あ、ごめんで思い出した、 TikTok 撮ったんだった、あれちゅん可愛くてごめん撮ったの、しかも振り袖で。ちょっと待って待って、もう載せる載せる、今日載せる、だって今日成人の日だもん。ちょっと待って、で水野愛理とも撮った、それはまた違う曲だから後で載せる。でもね、あんま可愛くない、かわいくてごめん、しかも振り間違えてるの、見たてごめん、ちゅあざとくてごめん、気になっちゃうよねごめん、30秒で覚えたのこれ楽屋で15秒ある TikTok を2回し見て一発撮りしました。すごくない？成人式でした、ハッシュタグ可愛くてごめん成人式、成人式、成人の日、フリー袖ね。今日さ一日さ、なんか関係者の方とかなんか周りの人からのこうお祝いラインとかお祝いメッセージが止まらないんだよね。だからその返信もしてたさっきまで。本職出るよね、振り覚え早いの、なんかすごいよね#03ってつけようかなえ、だってあの02なのか、今成人0203よね。成人式でした、じゃあカバーを選びます。お母さんうるさい、ね、ちょ後ろ見たらなんかティッシュやっとった、不意が。また悪さするんか、成人式でした、可愛くてごめん、成人式、成人の日、振袖、03 SK48 野村美代。え、いい、投稿しちゃうよみんな、 ありがとうございます。みんな TikTok やってる？ちょっとめっちゃ久々に投稿するよ私。はい投稿した、多分もうちょいかかるけど、もうちょいかかる。あ、来たんじゃない、来たんじゃない、来たんじゃない。あと投稿されたけどまだみんなの元にはまだ届いてないか、来たら教えてください。ちゅう可愛くてごめんってやっとる、可愛くてごめん、可愛くてごめん。そうだ、私ネイル見せたいんだよね、やっと言える。これ成人式用のネイルなんです。まあ多分バレてたと思うんだけど、見えます、お花柄なんですよ、振り袖に合わせて。でこれ一個一個手書きなのね、全部金箔みたいなの入ってて、これめっちゃ時間かかったの、3時間半。これ3時間半の爪だよ、これ3時間半かかったの、いつもより高かったし。でも成人のこう成人ですってこう成人式ですって言ったらなんか成人の人にはクーポンもらえて、5000円クーポンもらった、やった。
写真撮ったよ。載せるべき？爪って需要ある？え、早くない？ネイルしてもらってる間じっとできん。だから私はそこでタイタニックを見たんですよ。タイタニック見終わりました。一番最初から。え、みんなめっちゃコメントくれてない？ありがとう。ねえ、すごい早い。ごめん、意味な、あちゃん、ごめん。いいね。久々の TikTok だよ、みんな。11月ぶりの TikTok。 やばすぎ。いや、なんかこういう記念の時の映像を残しておきたいよね。ココアちゃんと TikTok もめっちゃ撮ってよかったなって今になって思うもん。そうそう、舞台ぶりの TikTok。 お母さんはこのココアちゃんとの TikTok がツボなんですよ。見るたびに笑ってる。ちょっとさ、インスタにも載せたいわ。じゃあ明日、あれだわ、愛理ちゃんとの TikTok 載せようかな。愛理ちゃんとのやつばん、ってやつ。これだけで分かったらすごい。でもこれもう今日でこれに合うやつなくなるから、まあでもお金かけたし、しばらくはこれ、しばらくはこれ。あ、レインボースターありがとう。ファンの人って私が行ってるネイルショップネイルサロンって知りたいもんなのか。すごいよね、派手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 だぜ、派手派手だ。そうだよ、熱田神宮のなんかお部屋で撮った。すごいシャンデリアでしょ。すごいシャンデリアの部屋で撮ったの。すごいな、あのシャンデリアいくらするんだろうね。想像したら怖い。高そうだもん。地爪だよ、すごくない？めっちゃ頑丈じゃない私の爪。好きになっちゃうよね、ごめん。 TikTok、 TikTok の告知慣れてないな。TikTok 難しいわん。とにかくみんな見てけろ。で、あの拡散やら、あ、小槌だっけ、小槌ありがとう、おめでとうもありがとう。 TikTok は何時ぐらいのやつですか。え、何時だろう、お昼過ぎぐらい、1時とかかな。いや、1時より前だな、結構。うーん、忘れました。もう時間の感覚はない。リンク、ちょっとなんかお祈りとかしてもらったの、したよー、ご祈祷みたいな。やってもらったの？ちゃんと。そうやったの。SK48 野村美代。水の愛理。これよ。すごかったから。私ね、あれ笑っちゃダメなんだけどさ。ちょっと笑っちゃった。
ちょっと笑っちゃった。ダメだけど、私なんか私劇場公演見てる気分になっちゃって、なんか袖上下からさ、なんか同時に出てきてすごく綺麗な新芽の動きをするのよ、巫女さんが。すごい、どんだけ練習したんだろうとか、そういうことしか考えられなくてごめんなさい。私なんかそのお父さんと息子みたいなのがいるのかな、なんかそのお父さん、メガネしてるお父様と息子さんなのかな、こう2人でこうやってましたね。あめめめめめってたくさん言ってました。あれはすごいわ、あれは努力しないとできるようにならん、すごい。あとなんか楽器ピューみたいな、すごい笛みたいな、こなんていうの、なんかすごい縦に長いこういうさうーみたいなのを弾いてる人が横に3人ぐらいいらっしゃるんですけど、すごいわあれは、貫禄がえぐい。 その3人だけ最初むき出しなんよ、なんかみんな途中から出てくるのに、その3人だけ絶対最初からいいの。だからなんかすごい見られることに慣れてるんだろうなっていう、もう貫禄っていうの、すごい。あ、これぐらいステージに立つとき堂々としてたいなって思った私そんなこと考えてちゃダメだよね、すごいの。なんか三頭身みたいな、かっこよかった。ちょっと待って、 TikTok 載せたいのに手が止まってしもうたわ。可愛くてごめん。え、ねえ、みんな的にインスタのストーリーの音ありってどうですか？私電車とかで開くときにうるさいからあんま好きじゃないんだけどさわかるでも TikTok のなんかこうお知らせするときにさ、音源がさ聞こえないと何踊ってるとかわかんないじゃん。音うるさくても許してくれる？乗せます。はい、乗せたっぴー。 TikTok 更新、今日は撮ろうって決めてた。この撮ろうっていうモチベーションさえあれば私は続けられるんだけど、すっぴんだと撮る気にならない。いいじゃん、今日 SNS が盛んですよ私。えらいえらい。成人式でしたっていうインスタのストーリーに DJ コウさんが拍手のリアクションくれたよ今いつもねリアクションを送ってきてくれるんですよね、お祝いの時。あ、林美玲からも連絡来たそう、私今日トレンド入りしてたのよ、野村美桜で。嬉しい、ありがとう。そう、あのあーやにスクショして送ってもらった。明けおめありがとう、アイテム投げてくれて。ごめんね、名前呼べなくて。見えてるから安心してください。ミレイちゃんからおめでとうございますって来た。ありがとう。ありがとうな。ありがとう。ミレイちゃんは何年後なんや。ありがとう、スキピって送っといた。姉ちゃん何年後やっていう話この前 LINE でしたな。
ほらショールームしてる間にもほら LINE が溜まってる。ありがたい、すごいね。どんだけ私は周りの人に恵まれてるかということですね。ありがたい、すごいわ。 SK になってよかった、おめでとう、ありがとう。ゲームマスターもありがとう。新学期頑張るって言ってるの？え、次って何学期？参加。でも3学期なんてあっという間じゃない？何があるっけ3学期って。ごめんね、すんごい運動会始まってる運動会始まってる。みよちゃん成人おめでとうございます、ありがとう。はい、犬たちが運動会始めましたすごいです、今日も元気いっぱいです。いいね、今日やっぱハーフツインにしてよかった。ポニーテールのまま出ようかなって思ってたんだけど、劇場イベントもハーフツインにした、アイドルだから。テレレレテテテテテ、アイ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 、チャ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 。あ、そうだ、私瀬戸利の振り返りしてないわ。少女たちよ、あっという間の少女は私初めて披露しました、初めて覚えた。あっという間に少女、あー、ありがとう。タワーだ、個性人のクマのやつらしい、ありがとう。ありがクマ、私は踊れるようになりました、また新しく楽曲を。そうだよ、私が踊ってるところは初めてみんな目にしたはず。くしゃみでそう、シュン、はあ、いいね、すっきりしました。ああ、次はあの頃の君を見つけた。知る沼に目でよってた、私の初選抜曲です。そういうことじゃないと思うよ、多分成人イベントだから、あの時の私覚えてますかみたいな、そういうメッセージだと思うけど、なんか私的には嬉しかったで、ちょ時間ないから高速で振り返る。大人の世界、大人の世界は、神フレでやったことあるかな、だから踊れました、楽しかった。でスタンドバイユー、スタンドバイユーはもうみんなも盛り上がり方分かってるなってすごい思った、素敵。大人の世界はもう寝ちゃってる。大人の世界の身を丸良すぎて早く定点見たいって思いながら見てた楽しみだね、12時、このショールーム終わったら見れるようになるんじゃない、わーい。でその後がスタバの後が、あなたがいてくれたからあなたがいるから、あなたがいてくれたからです。もう嬉しかった、この曲すごい好きで、カラオケで歌うと涙出てくるぐらい好きなんですよ。それをねまたみんなの前で歌えて嬉しかった。私が本当に伝えたいことたくさん詰まってる歌なんですね、だからみんな聞いてください。私が好きなね、なんかあなたっていう文字が入ってる曲めちゃ好きな曲多い。あなたがいてくれたからと、またあなたのこと考えてたも好き。またあなたのこと考えてた、めっちゃいいから聞いてください。うわ、ありがとう、クマクマタワー、ありがとう。20歳にもうすぐなる人間です、新成人です。よかったよね、だからこの前の前回の私の生誕イベントに
来れなかった人は初めて生で見たかな。じゃあランキング読みます。頭文字だけです。13位、キョ、12位、マ、11位、テ、10位、ショ、9位、プ、8位、ユ、7位、カ、6位、マ、5位、サ、4位、リ、3位、マ、2位はユ、1位が表示されてないんだけど誰ですか？私もヘだと思った1位はヘです。ヘヘヘヘ、ありがとう。はい、ヘです、ヘです、ヘありがとうね、いつも本当にすごい。今日もね充実してました。またねみんな、今日一日本当にたくさんお祝いしてくれてありがとう。また明日からも楽しく生きようね。ありがとう、バイバーイ。 TikTok も見てね、インスタもツイッターも見てね。アイテムたくさんありがとうね、ありがとう。みやちゃんでした、バイバーイ。19だけど、じゃあねー。あれなんで切れないの、これ切れないんだけど、なんで